アシャラちゃんといえば喧嘩中だった、うん、俺が入門した時にあのメルケンサック持ってたね、板金屋さんだったから、はい、車のあれを溶かして作っちゃうの自分で、四国行く時に、はい、このぐらいあの直進会って書いてたね、自分で作る担当を持ってたんだよ、へ、それ持ってろってさ、で常に喧嘩に備えてたということですか、そうだね、うん、池袋もほらめちゃくちゃだったからあの頃はね、アシャラちゃんもほら田舎から出てきて、はい、大山先生のところですごく苦労したからね、はい、あの人はなんかね、あの人望厚くてね、あーラーメン食い行くぞってさ、はい、うん、若い子面倒見てた、ね、あ、じゃあすごい面倒見が良かった、うん、面倒見良かったね、へー、人が集まるんだね、あ、小島さんの話で芦原先生がこの支部長会議で、うん、もう大山総裁の暴言を吐いて、うん、全員かかってこいとか、うん、まあ、そういうことも言ったって、あれありえない、ありえない、柳川さんもいたしね、大山先生に対してそういうことは絶対言わない、そんな人間性じゃない、うん、